ダークセイバーです。今回は、メイケイエール3区を妄想するに対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。自分はエフフォーリア×メイケイエールに期待してます。専門家の方がミッキーアイル3区の牝馬と F は相性がいいと聞いたので、F の操縦性の良さを受け継いでくれ。F 君、エールちゃん美人だからどう？シャフ以外ならつけれるかな？やっぱりお母さんが希少難だと子供も希少難の確率上がっちゃう？同じ池添え会のスイープの子供たちを見るにありえそうだな。私の家系は先祖代々希少難で操縦性劣悪と聞いているぞ。あなたのお父さんもアレなところがありましたね。ブチ子の娘は黒船で3歳夏までは抑えたよ。海外だと父母馬より母牝馬の能力受け継ぐらしいから、エールちゃん譲りの身体スペックと父譲りの気性を受け継いだら最強だな。タイトルホルダー×メイケイエールはどう？決闘的にはいけそうな気がする。金亀フリーなのありがたいよね。エールちゃんはレースの仕組みを間違って覚えているタイプだから別に子供に伝わるタイプの気性なんじゃないんじゃないかな。繁殖牝馬としてはフィジカルがダイレクトに伝わるんじゃないかなって思う。個人的に見たいのは同期じゃないけどオルフェーブルとの池添え配合。白インジャーさんには去年種付けしたけど不受胎だったのが悔やまれる。操縦性の F と身体能力のエールちゃん。クククきっと最強馬ができるぞ。俺のメイケイエールが他のボバに。お前は誰だよ。F はレースになるとかかるタイプじゃなかったっけ？暴走状態でも1600メートル持つ強化版メイケイエールが生まれるフラグにしか見えない。それは逮捕じゃなかったっけ？逮捕もレースになるとカッとなるタイプだけど F もだいぶ全身規制強くて制御大変なタイプだよ。どっちも安城の指示に従う理性は残ってるけど。F のかかってた時は100日走とダービーの時やね。秋天有馬の時は冷静にレースできてたし。F はレース行く前にちゃんとやる気引き出させないといけなかったからな。メイケイエールの子供には高松の宮記念とチャンピオンズカップを買ってもらうんじゃ。しれっとアグネスデジタルみたいな無法をさせるな。どっかでマイルも勝たせて3階級制覇でもする気か？タイトルホルダーとの3区が距離長いの走れないかなって思ってる。全身規制の強さだけうまいこと伝えられたら強いよね。でも俺は逃げ馬との配合で頭先頭な3区が見たい。やはりタイトルかジャックドール。スピードはエール側でなんとかするとしてスタミナを供給できてスタート出て空使わないようにすれば、逃げ馬になるのでは？要求量の暴力。ガイガイしても2000メートル走り切ってしまうメイケイホルダー仮だ7を安城。気象がまともなエールが生まれたとしたら G1 難昇級なんだろ。今でもエール自体の能力だけなら現役短距離場で一番争うぐらいなんでしょ？妄想がはかどるな。タイトルホルダーとの娘が天皇賞春かったら爆笑するわ。エールの子供でクラシック取ってほしいな。阪神ジュベナイルフィリーズと桜花賞買ってほしい。まあどんなお馬さんも息継ぎなしでは2から3ハロンしか全力疾走できないと言われてるので、なんぼスタミナ補強しても距離が持つのかは最終的には折り合いよ。内なる黒船さんが頑張ってくれてるけどなんとか抑えられるような守護馬っているのかな。エールちゃんのこってだけでとりあえず全身規制は十分あるだろうからとにかく操作性が良くて、レースのルールをある程度ちゃんと分かってくれる賢さだな。できれば馬群に興奮しすぎないタイプがいい。気性がおとなしい馬が3区に多い守護馬。誰だろゴルシナ。お前はどうせ不受胎の時のピンチヒッターで来るやろ。白インジャーさんがミッキーアイルしか一発受胎したことないのと、白毛ガチャ成功しまくってるから及ばれする可能性が高い守護馬じゃん。足毛から綺麗な白毛が出やすいって経験値を増やす男。母親の性質が強く出るから性格はゴルシニにないんだよな。青柿くんいつまで赤ちゃんで可愛いね。パンサラッサ、ピクシーナイト、モーリス、タイトルホルダーあたりかな。エール3区は控えめに言って竹秀で厩舎、安城池添えで G1 勝ってほしい。パンサエールとか大逃げかける極端な全身気質の配合の子抑えられる機種いるの？パン君行くならカナロアの方つけそうな予感がする。でも普通に母父子供から見てのミッキーアイルが邪魔してえげつない気象難になる可能性も高そう。エール自身が初年度3区なもんでミッキーアイル3区で繁殖入りしてるの4頭しかいないし、まだ生まれてすらないからどう転がるかわかんないのが怖いね。とりあえず3区の1頭には阪神ジュベナイルフィリーズと桜花賞、1頭には高松の宮記念を買ってもらう。さらにもう1頭にはチャンピオンズカップを買ってもらって名古屋競馬の脳を修復不可能にすれば完璧なのでは？ハービンジャー3区にミッキーアイルつけてヤバい気象難生まれたから、さすがに次は気象難の守護馬つけないでしょ。本当につけないよね？
タイトルホルダー×メイケイエールはカズオに、エフフォーリア×メイケイエールはタケシに、オルフェーブル×メイケイエールは池添に乗ってもらおう。もちろん全場タケヒデ厩舎だ。これもう半分くらいメイケイエール×タケヒデ氏じゃん。メイケイエールを見出した男だし、エールちゃんがレースで走れるように一番身を砕いた人でもあるし、エールちゃんのために最高の男騎手を用意し続ける愛の深い先生だからな。写真集のカメラマンが来られなければ自分でエールちゃんの可愛さが出る。写真を撮って渡してくる資本ともう娘で気合パパ。エールちゃんの引退式とかにでもなれば多分一番感極まってそうだし、まず G1 撮った日にはもう感動でヤバいことになってそう。エールちゃんには頑張ってもらわなくちゃ、白雪姫品系をつなぐためにも。白毛じゃなくても活躍できるというのを証明してるし、本当に現役競走馬としても繁殖品馬としても頑張ってほしいね。ソダシサンクとエールサンクが同じレースで競い合ってほしい。自力で白毛を産んでほしい。名古屋競馬さんの脳を破壊しようとする人たちが多すぎる。よいぞもっとやれ。エール自身がユキちゃんダート重賞3勝の孫だから、子供より孫で覚醒する可能性もなんかありそう。チチチチプイもチチミッキーアイルもエールちゃんも、普段はお利口さんなのにレースの時だけトーパーンとなるという変な遺伝をしてるから、誰つけてもそこは受け継がれる気しかしない。真面目にゴルシありなんじゃないかなって思う。エールのスピードとゴルシのタフネスが混ざればいい感じに走りそうだし、どっちも頭はいいからいい子が生まれそう。ゴルシ系の牝馬なら脚部不安さえなければフィジカル勝負できるし、エールの有り余るやる気とゴルシのやる気のなさがうまい具合にバランス取ってくれたらなおよし。ゴルシも見てみたいけど、どうかわからんね。なぜかステイゴールド系の血族で実績馬って、どっちかというと母系が地味めで古い血統をしている気がするんよ。良血すぎるとビクタスの血が浄化されてしまうんでないかと見てる。エールの気象難は首振りで騎手の操縦を受け流す高等技術が一番の問題だから。さすがにその明後日の方向の塔の良さは受け継がれないだろう。どうして首を振れば手綱の制御から逃れられると気づいてしまったんだ。多分チューリップ賞で気づいたっぽいからでした。3のせい。前から疑問だったんだけど、馬の双方って母と父どっちから遺伝するの？骨格の都合がかなりあるけど、当然骨格だって遺伝する要素だが、後天的な外付け要因としてはリードホースの走り方を真似するなんてことも言われてたりする。FとLの組み合わせだと2台前のエピファネイアとミッキーアイルがどう出るかヒヤヒヤするところはある。それ以前に F も普段おとなしいだけでレース中割とかかる馬なんでな。獅子舞はさすがにしないけどさ。少し気になって調べてみたら、今いるミッキーアイル3区の4頭の繁殖牝馬は、今年スマートファルコン、マテラスカイ、スクワートルスクワート、上海ボビーをつけてました。一応参考程度にしかならないとは思いますが。ファルコってシュボバやってたんやな。ヨカヨカの父だとすごくスプリントに出そう。そもそもブリーダーズカップスプリント勝ち馬やし。レイデオロ3区もすでに気象難の毛が出てるとかいう噂があるけど、どこまで本当なのか。エフフォーリアはかかるくらいがちょうどいいし、ミッキーアイル3区牝馬との相性はお墨付きだから見たすぎるし、パーフェクトな子が生まれそう。FA、この暴走少女と僕が？普段は静かやぞ。同期以外だとカナロアとかつけてそう。まあただいいと言われてるのはエールちゃん個人ではなくミッキーアイル牝馬なので、個人的には一度こけると立て直しが難しいロベルトがっつり引いてる F と感覚近いと、怒っててこでも走らない頑固な白雪姫品系の相性はちょっと怖い。祖母雪ちゃんや母シロインジャーがつけてたシュボバの傾向とかってあるのかな。